こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は先日発売されたデビエーション送信機チャンパー T8SG ライトの操作モード変更チップスをお送りします。この T8SG ライト送信機は RF モジュールを CC2500 に絞ってプロトコルを限定し、ジンバルをジョイスティックパーツに置き換え小型化したデビエーション機では最小サイズの送信機。入手した最初期ロットはモード2でした。私はモード1人間なので早速改造しちゃいます。まずは裏蓋の6本のパッキングビスを全て抜きます。他のジャンパー送信機はショルダーにあるはめ殺し蓋の取り外しが大変なんですが、この T8SG ライトは裏蓋を開けるだけでコロッと落ちる簡単さ。ただ裏蓋を大開きするのは慎重に、アンテナ線とバッテリー線は裏蓋から伸びてるからです。上がアンテナ線、下がバッテリー線ですね。リード線に無理なテンションをかけないよう丁寧に開きつつ、まずは RF モジュールを外します。ビスを抜いて RF モジュールをまっすぐ引き上げて外しましょう。バッテリ線のコネクタはいわゆるバランス端子コネクタですので普通に抜いてください。裏蓋が取れました。なるほど、これも他のジャンパー送信機と同様に左右パーツを入れ替えるだけですね。これは良い設計。早速接続しているフラットケーブルを抜いて入れ替えていきましょう。このフラットケーブルのコネクタは蓋となる黒い爪が押さえている構造なので、爪を跳ね上げると押さえが解放され、ケーブルが抜き差し可能となります。ではスティックモジュールのビスを抜いて取り外していきましょう。はい、取り外し完了。ふむふむ、一般的なジョイスティック用パーツだね。銀色に塗り分けられてたので期待したんだけど、スティック先端の交換はできないかな。このスティックのプラパーツは単に刺さってるだけ。試しに抜いてみましょうか。私はもう少し長いスティックが好みなんですよ。長さ違いを販売してくれないかな。ところで気づいたことが、スロットルだけはゼニッタイプのポテンションメーターなんですね。さて、左右を入れ替えて取り付けていきましょう。まずはスティックモジュールを取り付けてビス止めしちゃいましょう。次にフラットケーブルを接続します。外した時の逆手順で取り付けますので、爪が跳ね上がった状態にしてフラットケーブルを丁寧にコネクタに差し込みます。この幅のフラットケーブルにはかえってピンセット使わない方が楽かも。
同じように反対側のフラットケーブルも装着します。側面のロータリーポットのダイヤルパーツを取り付け直して裏蓋を閉じますが、忘れちゃいけないのが RF モジュールとバッテリー線。これも取り外した時の逆手順で取り付けていきます。もちろん RF モジュールも取り付けてください。アンテナ線が入るホールパーツが抜け落ちやすいですね。これも戻します。ではビス止めしてハードウェア側の改造は完了させます。次はソフトウェアの設定です。電池が入ってるのを確認して電源を投入します。最初の電源投入では必ずスロットル警告が出ますが、キャンセルしてくださいね。モード1の設定とスティックキャリブレーションを行います。トランスミッターメニューを選択し、トランスミッターコンフィグに入ります。上から2番目に送信機のスティックモード設定があるのでモード1に設定。次はポテンシオメーターの個体差を登録するためスティックキャリブレーションを行います。キャリブレーションを開始したら、最初はスティックやスイッチをセンターにしてエンターを押します。次はスティックを左右上下いっぱいに回し、ポットやスイッチも上下いっぱいに操作します。エンターを押してキャリブレーション完了です。そうそう、キャリブレーションするときスティックを軽く操作して回すと最大と最小値のブレが抑えられますよ。最後に確認のためモニタ画面でスティックとスイッチの状態を確認します。良さそうですね。初期のモデル設定では見れないスイッチやポットはミキサーで設定した上でモニタ画面で確認してください。以上でモード1化完了です。今度はこの小さな送信機に 4-in-1 モジュールを載せたいですね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。